こいつも分かってねえ。もういい、俺は一人ででもミュウを探すぜ。あばよお前ら。あ、こら勝手に行くな。もうしょうがないな、説得して連れ戻してくれ。みんなは先に行ってて。君までそんな勝手な。僕とアグモンがいなくても電波塔には行けるでしょ。でもカイトの説得は時間がかかるかもだから、先に調査とかしておいてくれると助かる。オッケー、任せとけタクマ。僕たちも行く。ハル、ミユキ。わかった、絶対に僕から離れないでね。行こうアグモン。よう、また会ったな。やっはー。あん、なんだお前もこっち来たのかよタクマ。なんだじゃないよ、まったく勝手に一人で行動して。お前だって勝手に俺についてきてんじゃねえか。いや、せっかく再会できた仲間を一人にはしたくないだろ。そうかよ、小さいおまけを連れてくるくらい心配だったか。おまけ？ああ、二人とは初めてだよね。一緒に行動してるみゆきとハルだよ。よろしく。よろしく。ま、何でもいいけどよ、勝手についてきたんだから足手まといになるんじゃねえぞ。マジでロープウェイだ。ほほう、これが。ここも校舎に負けず踊らず朽ちかけてるのね。これロープウェイは動いてるのか。決まった時間ごとに自動で動いているんです。もう少ししたら来ると思いますよ。え、電気が通ってるんですか。あの校舎では電気もつかなかったのに。電気じゃなくて不思議な力で動いてたりして、ファルコモンたちもいるし、そういうのもあんじゃね。自動で動くって本当に大丈夫なのか。途中で落ちたりしないだろうね。え、そんなの無理。あんな高いところから落ちたら
私もペシャンコだわ。落ちるの？そんなのダメよ。乗るのやめましょう。安心してください。乗り物もロープもかなり頑丈です。今までこれを壊した者はいませんでした。よかった。ここ他に人はいないんでしょうか？整備をする人や管理人くらいいてもいいと思いますが。いいえ、誰もいませんでしたよ。それが何か？いえ、少し気になっただけです。ちょっとちょっと葵さん、まだ疑ってんの？この人の話は本当だって分かったじゃん。信じようよ。そうかしら。ほら、寮を見てみなって。あんなに懐いちゃってさ。ママ、あら。なあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺らに協力してくれてるんだぜ。いい人じゃん。それはまあそうね。皆さん来ましたよ。私ロープウェイ乗るの初めてだな。楽しみ。さあ乗ってください。目的地へ行きましょう。遊びじゃないんだ。危機感が足りないぞ。まあまあ修二さん、目的地はすぐそこだし、ちょっとくらいいいじゃん。しかしだね、最後まで何があるかわからない。警戒するに越したことはないぞ。もう硬いな。ずっと気を張ってたら疲れちゃうじゃない。皆さん大丈夫ですよ。もうすぐ着きますからね。電波塔に着けばスマホ使えるわよね。そしたら助けが呼べる。ようやくこのサバイバルも終わりか。ええ、終わりますよ。全部ね。あの、電波塔の設備は生きているんでしょうか？あなたが離れていたということは、もしかして…どうかしら？それってどういう…やはりこの手でどうにかしなくちゃね。今、なんと…ああ、あなたたちには感謝しないといけないわ。どうもありがとう。いや、なんかわかんないけど、感謝なんていいっすよ。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんて、ね。
それも一度にこんなにたくさん。本当にありがとう。どうしちゃったの？わからないよ。大丈夫。後になるけど、あの子も捕まえてきてあげるから。心配しないでね。何を言っているんですか？ママ？まあでも、あなたたちはここで終わりなんだけどね。何があったんだ？頭ぶつけちゃったわ。大きな怪我をしてる者はいないようだな。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？あれ？ねえ、あの人がいない。え、マジで？りょう、後ろ。は？私の化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。笑ってる。こわ。私はアルケニモン。別に覚えてくれなくてもいいわよ。だってお前たちはここで死ぬんだから。さあ、この箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう、シュージさん、どうする？だから僕は探索なんて嫌だったんだ。怖いよ。ママが。違う、あれはママじゃない。そっか。そうだよな。やっぱりママはいないんだ。どうしたの、お姉ちゃん。どうしたんだ。何見てるの、みゆき。あれはゴンドラ。途中で止まってるな。みんながあそこで捕まっちゃったみたい。はいはい、それってつまりあの女の仕業か。やっぱり化け物だったか。だからあれほど言ってやったのに。みんなどうなっちゃうんだろう。急いで助けに向かおう。あ、行こう。あの化け物女ぶっ潰してやる。行くぞ、ドラクモン。はいよ。
前たちのせいでこの世界がおかしくなったのよ。お前たち人間の子供を生贄にすれば世界の崩壊は止まる。私たちは救われる。あの帽子をかぶった女の子供を取り逃がした時は焦ったけど、その代わりにお前らを生贄に捧げてやるわ。これがあの人なのか。騙し討ちとは卑怯な真似してくれるじゃねえか。タクマ、気合い入れろ。こいつを倒して全員助けるぞ。あ、わかった。ゼロ、アクモン。あの光の時間よ。始まりの時。たっぷり痛ぶってあげる。俺の番だな。強くなる約束だ。
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。俺に任せておけ。俺に任せておけ。悔しいわね。本調子じゃなかったとはいえ、こんなガキどもに。本調子じゃない。あれだけ手ごわかったのに。こいつ手を抜いて戦ってたよ。違うわよ。まともに戦う気がしなかっただけだもの。祭壇の支度も整っていたの。仕方がないわね。この場は譲るとするわ。生贄を捧げる役目は私じゃなくてもいいもの。さっきから何わけのわからないことを言ってるんだ。さあ、お前がさらった女の子の居場所を教えろ。どうしてそれをあなたなんかに教えなくちゃならないわけ？こ
いつこの後に及んでまだそんな口を叩きやがるのか。どうやら少し痛い目を見なきゃわからないようだな。よしましょうよ、そんな乱暴なこと。教える気がないんじゃなくて知らないんじゃないかな。なんだと。うん、あなた案外賢いじゃない。 おい気をつけろカイト、不用意にそれ以上近づくな。こいつが話を長引かせてる時は間違いなく何か小細工をしてるってことだぜ。ご名答。それじゃあ私は帰らせてもらうわ。何？くそ、また逃げられた、あの野郎。仕方ないよ、あいつが最初から余裕あったの、いつでも逃げられるって思ってたからだし。実際逃げられたもんな。だからまともに戦う気もなかったのかな。どうなんだろうな、戦うふりだけでもしなきゃいけない事情でもあったのかな。とにかく、まずは当初の予定通り、あの塔を登ってみよう。助けを求める声だった。この辺りから聞こえたが。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ、どんな相手かもわからないんだぞ。恩をあだで返されたらどうする。そんなこと言わないで助けてあげようよ。うるさい、お前が口出しするな。助かりたかったら襲うなとか条件つけてやったら。だったらもっと要求してやりましょうよ。食べ物をよこせとかどう。それじゃあ追いはぎじゃないの。あ、見つけた。お助け。テントモンだ、悪いやつじゃないよ。クモの巣に絡め取られてるね、かわいそうに。条件次第かな。食べ物でもいいけど、何か持ってるのかな。それならミュウの目撃情報がないか聞けないか。なるほど、わかった。アグモン、お願い。任せて。ああ、助かった。いや、どうもおきに。ん？珍しいこともあるもんやな。また人間の子供です。またって、他にも人間の子供を見かけたの？はいな、アンさんの後ろにいるやつよりエロ小さかったです。それってひょっとしてミュウ？その子って一人で歩いてたの？いや、それがあの子は歩きにもに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから、隙を見てちょちょいと助けたったんです。そしたら歩きにもにバレまして、わて捕まってしまったんですわ。それでミュウは、その子はどうなったんだ？ね、ああ、ちゃんと逃げ張りましたよ。途中まで一緒でしたから、間違いありません。
なんかあれですキラキラしたとこへ行きまして。そうか、教えてくれてありがとう。それとミュウを助けてくれたこともありがとう。いえいえ、これくらいお安い御用ですわ。キラキラしたとこってわてもあれや、なんちゃったらええんやろ。上の方からバーッと眺めたらええんちゃいますか。あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない。そうだな、それなら早く登ってみよう。よし、やっと着いたぞ。いや今更だけどさ、こんなボロボロのロープウェイが動くなんておかしくない？どっから電気来てんの？メンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ、おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう本当。今はそんなことよりミュウの行方だ。さっさと登ろうぜ。おい、なんだこれ。どうなってやがる。周り中が海だと。おい、ここは山間部だったはずだぞ。これ島じゃん。やっぱ俺たち強制移動させられてたの。なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに、位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ。何がどうなってんの。みんな落ち着くんだ。シュウジさんが一番落ち着いてないじゃない。そんな。なんで海、なんで島なんだ。見覚えのない建物すらあるぞ。鉄パイプだらけのでっかい建物があるな。異世界ってことでいいのよね。もう助けなんて来ない。そう考えていいのね。そんなことないって。まだ悲観するには早いよ。元の世界じゃない。元の世界じゃ、きっと死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ亮。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあママは。そうだよ、そうさ。だからママはここにいるんだ、きっと。あれは間違いない。俺を呼びに来たんだ。
おい、何を言ってる。落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ、一人一人が自覚を持って周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ。いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く。危ねえぞ。まずいぞ、リョウを止めないと。大丈夫、分かったんだ俺。ここに、ここにママがいる。ママに会えるんだ。ママ、ママ俺だよ。助けて。あら、やかましい坊やだこと。そんなにママに会いたかったのかしら。ほーら、いらっしゃいな、かわいい坊や。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでも、どこでも、困ってる俺を助けてくれる。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ。ママ、助けてよ。何言っちゃってるの、あんた。うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの楽しみにしてたんだ。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるよ。どうしましょう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。とする。え、なんだこれ。嫌だ。なにこれ、ママ。動くな、掴みにくい。ここから落とす。絶対死ぬ。確実。うわあ！助けて、ママ！うるさい。黙れ。これでも食らえ。
さっさと終わらせる。リョウ。一つ目の化け物？やつはサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。えリョウはまだ無事なのか？抵抗してる、リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。キネモンがリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな。キネモン、ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、みんな行くぞ。始まりの時。俺の力も上乗せしよう。わかんない。
わかんなくなっちゃった。いいと思ってやったのに、みんなから嫌われて、相手の気持ちになってとか、わかんないよ。私、どうすればよかったの？サキ、大丈夫！フローラも大丈夫よ、サキ。あなたの心は綺麗だわ。心のままに行動していいの。思った通りにすればいいの。心のままに。サキ、あなたの心はここで立ち止まれって言ってる？私の心は違う。そんなこと思ってない。友達が苦しんでいるのに、ただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラも、お願い、手を貸して。それでいいのよ、サキ。俺に任せておけ。しよう。
前ら、鬱陶しい。まずいよ、あのサイクロモンってやつ、とっても強い。だからって引けるか。でも絶対に助けるんだ。頼む、頑張ってくれ、アグモン。これでも食らえ。サイクロモンの攻撃で足が揺れる。あ、しまった。そうだ、一つ目の化け物に落とされて、俺死んで、いや生きてる。なんで、すげえ高さだったのに。脅かすんじゃねえよ、クソガキ。それが命を救った相手に対する態度？あ、お前がバカ言ってんじゃねえよ。まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ガキに見下される覚えはね。目で見てんだよ。だから言ってるでしょ、お前なんてどうでもいいんだよ。化け物、助けママ。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けて、ママ。そうだ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんでママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。ここは
俺の世界じゃねえんだ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。ふーん、お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て俺を助けてくれるんだ。ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番わかっているはずだよ。そうだ。そうだった。ママはずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに、医者が会っちゃダメって、いっぱいいっぱい我慢して、俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って、それがママの最後の言葉で。ああ、そうか。ママは死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。ああ、来たんだね君。でもちょっと遅かったね。リョウ、現実世界に帰りたい？どうでもいい。もう何もかもどうでも。使って本当に良かったわ。ふむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。でもさ、なんか雰囲気変じゃね？リョウ君とハル、ギスギスしてるような。喧嘩でもしてるのか？リョウ、元気ない？みんな、まずいよ。霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。リョウ、ハル、そこは危ない。早くこっちに来るんだ。ねえ、あれ何？気のせいか。影から触手のようなものが伸びて。待って、寮の方に行ってない？おい、やばい、これマジでやばいやつじゃねえの？タクマ、行っちゃダメだ。アグモン、どうにかならないのかよ。どうにもならないよ。あれは、そういうものなんだ。そんな、
そんな…おい、リョウ、何やってんだ、早く逃げろ。リョウ、逃げて。リョウ君、どうして逃げないの。え、リョウ、何か言ってる。ママが死んでたことも忘れて、来るはずもない連絡を待って俺なんかがいられる世界なんてどこにも。キャー、クネモ、今だ、みんなリョウを助けるんだ。わあ、ったく手のかかる先輩だな。ち、しょうがねえな。あ、待ちたまえ、君たち。よし、捕まえたぞ。おとなしくしてろ、リョウ。リョウ、大丈夫か。しっかりしろ。ち、何か言ったかい。言ってんだよ、お前ら。寄ってたがってタックルかましてんじゃねえ。リョウ、無事なんだな。正気に戻ったんだな。俺はずっと正気だよ、クソが。ただちょっと諦めてただけだっつうの。大丈夫だよ、俺はもう大丈夫だ。おい、みんな、リュウ君は無事なの？よかった、霧晴れた。キュン！待ってめえ、さっき俺にぶつかってきただろ、の野郎。助かったからいいけどな。ありがとうよ。キュン！リョウ、今クネモンにお礼言ったのか。なんだよ、礼くらい言うよ。命を助けてもらったんだからよ。あれ、俺らにはお礼言わないんすか。ねえねえ、リョウ先輩。うるせえ、調子乗んな。Thank you.
丈夫？ぼーっとしてるよ。ずっと考えてたんだ、これからのこと。アグモンと出会って、みんなとも協力して、なんとかなると思ってた。でも、ここは僕たちの世界じゃなかった。待ってても助けなんて来ない。異世界だったんだ。なあ、アグモン。僕はどうすればいいんだ？シュウジさんみたいに危険を避ければいいのか？リョウみたいに、ここに引きこもってればいいのか？ズタバタして死ぬようなことになるくらいなら、諦めてじっとしていればいいのかな。タクマはどうしたい？この世界のことをもっとよく知りたい。ここが何なのか、アグモンたちが何なのか分かれば、元の世界に帰る手がかりになるかもしれない。けど、そんなのどうやって調べればいいんだ？そもそも何が正解なのかだって僕は分かってないんだ。僕のしてきたことは正しかったのか、どうすればよかったのか、僕には何も分からない。タクマの苦しい気持ち分かるよ。うん、苦しい、苦しいよ。だってこの状況を解決する道が見えないんだ。アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら、元の世界に帰るための手段なんてあるのか。わからないよ。一体何をどうすればいいんだよ。タクマ、あのね、タクマ、僕は難しいことはわからないけど、とっても大事なことを知ってるよ。それはね、タクマなら頑張れば何でもできるってこと。みんなと力を合わせてでも、無理やりに進んでも、最後にはどうにかしちゃうんだ。なんだよそれ。僕、そんなんじゃないよ。そんなことないよ。僕は信じてる。タクマ、僕は君を信じているよ。僕も。ありがとう。なんだかすっきりしたよ。おかげで眠れそうだ。そう？ならよかった。おやすみ、アグモン。おやすみ、タクマ。人間の子供は発見したのですが、部下どもがその甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな。そう、必ず、次こそは必ず、必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだが、お前が生贄を捧げたのではなかったのか？目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれはその、私ではなく、
何者かに先を越されたのよね。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだが。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそはねえ。お前一人で手に負えないというなら、メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に俺が出る。必要ないわよ。本左衛門の手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツなやつが来たわ。よそ者のガルルモンがここに何の用なのかしら。聞いたぞ。人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。だったら何だって言うの。この機会を待っていた。そんな連中、俺の力でねじ伏せてやるぜ。力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前、また卑怯な手を使ってるのか。自分の力で戦おうともしないのか。また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。けっ、どいつもこいつも胸クソ悪い連中だぜ。やめぬか、お前たち。喧嘩打ってきたのはこいつだぜ。まあいい、お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら？あいつ信用できるの？腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモ、これ以上の失敗を主様が許すと思うなよ。分かってるわよ。私を誰だと思ってるの？ならよいがな、次はないぞ。ここにいる門左衛門やメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること、忘れるな。手を貸してほしければ、いえ。いまいまし、この私が、あんなガキどものせいで。いいわ、今に見てなさい。Thank you.
そういえばアグモン、それにみんなは。おはよう、カイト。ドラクモン。ち、やっと起きてきやがったか。遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで、他のみんなは？知るかよ。誰も来やしねえ。そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でも、じゃあみんなどこに。あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。おめえらの仲間が霧に飲まれそうになった時、触手みてえなもんが出てきたろ。みんなあれにビビっちまってんのさ。無理もねえけどよ。情けねえ。仲間の命救ったんだからそれでいいじゃねえか。でも霧からあんな正体不明の化け物が出るなんて、怖がるのも仕方ないんじゃないか。なら一番危ねえのは一人ぼっちのミュウじゃねえか。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙ってるんだ。してでも昨日のうちにミュウを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も、来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。分かったよ。けど、待つのは昼までだ。それ以上は待てね。昼まで待って、誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探しに行く。俺一人でな。たくバカ野郎が。その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ。誰が。おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな。一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ。そりゃ悪かったな。わけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼間ではカイトが勝手に出ていかねえように、俺がちゃんと見張ってるから。わかった。みんなを呼んでくる。
Thank you.
Thank you.
よかった、全員集まってくれてたんだな。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかないじゃん。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。ああ、それは言わない約束だろ。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もう大丈夫だから。バッチリ復活したんだよね。そうか、よかった。タクマのおかげだな。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとな。うん、うん。それで本題のミユちゃんの救出の件だが。それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのにすまねえ。うわー、マジかよ。あのカイトがすまねえだって。祈る、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメでしょ。祈るって本当調子者なのね。わかんないかな。俺はね、わざと空気を明るくしようとしてるの。ねえカイト君、私たちに申し訳ないと思うことはないわ。そうよ、私たちみんなミオを助けに行くつもりだったもの。むしろ謝るのは私たちの方かも。一刻も早く助けに行きたかったはずなのに、集まるのが遅くなってごめんなさい。いや、昨日のこともあったからな。仕方ねえって分かってるから。そういうわけだからみんな手を貸してくれ。ああ、もちろんだ。ちょっと待ってくれ。この状況で言うのは申し訳ないが、本当に行くつもりなのか。今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。化け物の敵に正体不明の霧、その危険性は昨日十分に味わったはずだろう。昨日はなんとかなったけど、ミュウちゃんもそうとは限らないだろう。おい修二、それはねえんじゃねえか。兄貴の前で妹が無事じゃないかもなんてよ。いや、僕はあくまで客観的な意見を言っただけだ。ミユは助からねえってのが客観的な意見だっていうのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。なもん、ただ臆病風吹かせてるだけじゃねえか。おいカイト、やめてやれ。僕は臆病なんかじゃない。君のような無鉄砲な人間には分からないかもしれないが、年上には年上としての責任があるんだ。シュージもやめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。修二さん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。それはそいつみてえな軟弱な野郎に俺の気持ちが。兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。これいつまで経っても話が進まないじゃない。僕やだよ、みんなが喧嘩するの。そんなの僕だって同じだよ。Thank you.
は民主的に多数決とか。それはどうなの、人の命がかかってるのに。冗談だって。それはないぞ、ミノル。そんなこと言われたってよ。そんじゃ探しに行く組と残る組の二手に分かれるとか。それは反対だよ。行くなら全員でだ。俺の意見全否定じゃん。タクマが何とか言えって言ったのに。ごめん。もういい、手を貸してくれ。